徒歩にて現場を離れ、4丁目大通りガソリンスタンド通過後裏通りへ逃走。大至急援護車両の現場急行を。被疑者は長身20代男性、状況からアウトキャストの疑いあり。外見の特徴は白に染めた髪に仕返した。決めつけに対する、どうせいつものように。点検です。通してください。定期点検です。お疲れ様です。客の健康度外視か。
そう、バカの一つ覚えのような必要さだ。おい、急ぎすぎだ。子供が病気で倒れでもしたのか。関係ない、時間の無駄だ、解け。関係ないかは自分の目で確かめる。いいから。通行止めだよ。もう逃がさない。おとなしく降伏すれば痛い目を見ないで済む。あなたが魔法を使うことは認められていない。逃げ場なしか。変だな、今助けに行こうと思っていたんですけど。逃げ道は一つ用意する。退路を断たれた者は思いがけない力を発揮する時が。たわごとだ。助言なんて大層なものじゃない。
が死傷を検知しました。今までのは威嚇だよ。次は当てる。これだけ派手に立ち回ったんだ。バーストの到着もすぐと考えるべきか。ここで迎え撃つしかないようだな。開けるのも辛いだろ。このままじわじわと殴り殺してやる。最後だよ。今すぐ抵抗をやめておとなしくするんだ。おとなしくなるのはどちらかな。甘いことばかり言ってるからこうなる。反撃のタイミングはいくらでもあったはずだ。
言ったはずだよ、次は当てるって。燃え上がれ！バカ野郎！お前は何度言ったらわかるんだ！
自分の目と口くらい歩調を合わせておけ。謝るんならもっと申し訳なさそうにしたらどうなんだ。緊急時において危険を回避するための魔法使用は罰せられない。だからといって毎回面倒ごとに首を突っ込む必要はないだろう。そういうのは俺たちの仕事だ。学生は勉強が本分だろう。そういえばこの間も授業で誤ってアカデミーの塀に穴を開けたらしいじゃないか。それにこの前のテスト、まだ報告を受けていなかったはずだが。目が泳いでるぞ。刑事の俺を騙そうなんて100年早いと思え。まあまあユージさん、それくらいで許してあげたらどうですか。小比類巻か、被疑者の搬送は終わったのか。はい、ついさっき護送車に乗せて出発しました。そうか、ならバーストに撤収命令を出しておいてくれ。俺は現場担当の人間と話してくる。アルト、お前には署で話を聞かにはならん。そこで少し待ってろ。さあな、お前の協力次第だ。バカ野郎が。ハルト君、お父さんにはああ言ったけど、
本当にこういうのはダメっていつも言ってるでしょ。何度その言葉を聞いたか忘れちゃったわよ。かばってあげられるのも限界があるんだから。ああ、ハルト君の内申点引いておこうかな。君は優秀な学生だから、波の相手ならどうにかなるでしょう。だけど相手は犯罪者なんだから、追い詰められたら何をするかわからないんだから。逃げ道は一つ用意する。退路を断たれた者は、思いがけない力を発揮する時が。ハルト君、話聞いてる？もう次また事件を起こしたらお父さんにきつーく叱ってもらうからね。あと君だけ課題を増やします。さまざまな方面から全力で君を追い詰めるから覚悟しといてね。ちょっとそこのあなた、